ちょっと待って、これさ、ジーク前に当たったらどうすんの。いて、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 ちょっとスタミナがない、スタミナが。ジークマイヤーさん、なんでそこに立ってるんすか。あいつに攻撃が当たったら怖いからさ、だいぶひよったな。あの飛びかかり攻撃が当たんなかったのなんで。でも盾いらない、本当に外そう。俺に盾など必要ない。これ上行かないとダメだよね。け、銀騎士とか復活すんのか。ちょっと邪魔くさいからな、排除だけはしておくか。ほい、あ、これで軸がずれてんだ。きて飛びかかり攻撃が外れると一貫の1万9000ロストしたわ。攻撃モーションだけ確認しとこう。まあ、これが一番無難だと思うんだよね。一発でダウン取れるっしょ。あれいらない、本当に。かわしての攻撃しての、かわしての、これ長いからね。ちょっと外したら一回後ろにバックステップしよう。一発もらう分にはなんてことはない。これ開かないんだよね。じゃあもう一回排除しないとダメだね。さて戻ってきましたよ。まずはこの右のやつ、飛びかかり攻撃でなんとかなんないか。ただ食らっただけだ。ただ一体ずつ確実に、これ狭いんです、狭い。とにかくジークマイヤーさんに当たらないようにしないと。怖いんだけど。今ピクって動いたね、ピクって。こっちからにしよう。もう縦ラインでいこう、縦ラインで。先にやればなんとかなるね。てかずっとタリスマンでいいか。銀騎士の剣どうなの。びっくりした。あと1匹かな。こいつは普通に行こう。いて、当たっちゃったよ。 OK。 最強にゴリ押した。ただしソウルはだいぶ失ったけどね。どうだい、排除したぜ。おお、倒したよ。感謝の気持ち、小さな生命の指輪、私の策を待つこともできた。そんなもん必要ない。あ、ちょっとヒットポイントが上がるやつですね。最初の贈り物でも取れたやつかな。あ、宝箱ある。まあ、大丈夫か。さすがにミミックってことはないだろ。デーモンのくさび。いつもくさびって言ってるけど合ってんのっていう。でここが通じたってわけね。で、でこっからまた上に行って、さっき弓構えてたやつの方、あっちに行かないといけないんだよね。めっちゃ弓の音がするけど。こいつこいつこいつ、
左のやつは復活してないはずだから、まあ、こいつは軸さえ動かせば大したことはない。ちょっと待って、両手持ちしてねえじゃねえかよ。ちょっと待って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 、エスト飲んだら無理だ、即攻撃。エストを使おうもん、スタミナだな、これを扱うスタミナが全然足りない。さてまただいぶ下まで降りてきましたよ。それでこっち側はなんかデーモンがいた気がするんだよね。さよなら、ちょっと今無理。またこっち側いるね、銀騎士。来た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 、いって、なんと何を食らったんだ。槍が長かったのか。この狭いところでどう対処するか。やはり広いところにおびき寄せてだな。一撃を決めることができれば俺の勝ちだ。来るか、その隙は見逃さん。何、りゃー、ゴリ押しがちだ。ただこれ体が持たねえな本当に。え、まだいんのかよあいつ。さっきのやつは別のやつか、2体潜んでるんだな。先手飛翔、ちょっと待って待って待って、気づかれない、危ねえ。飛びかかり攻撃がさ失敗するとさこれになっちゃうからさ、ちゃんとちゃんと先手飛翔。ちょっと待って、なんでこんな強いの、おかしくねえか。全然当たんねえんだけど、魔法じゃないと無理。ちょっと待って、マジで当たんないんだけど。打撃に強すぎるってこと、この外にはさすがに来ないだろうって思ってると来るかもしんないから、一旦ちょっとこれ外して、ちょっと待って、グレートクラブ来た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 、これやばい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 やつよ。もうこの階段までは登ってこない。いや、登ってきてるし。どこまで来るんだよ。さすがにここは大丈夫だろう。で、ちょっと一旦龍門章でいいや、もう。で、これを、雷のスピア。間違えた。けど、ちょっと減ってたからいいや。これでチクチク行く方法でいこう。ほい、ほい、3とかどういうこと、スタブを取らないと。これ金だよね。ダメだ、2とか何なの。で、後ろを取りたい。うわ、逃げろ、ダメだー。じゃあちょっと右側はほっとこう。まず正面から行って、なんかね、もう門が開通できたはず。上も行けるけど、え、黒い瞳のオーブが震えている、どういうこと。
そういうなんかいた気がすんな、罪人的なやつらが。その前に、その前によ、これを押して、来てる？やつらは来てる。よし、買い物した。ちょっとこいつはどうしようかな、ほっとこう。まずはほっとこう。探索をしよう、探索を。やっぱりあの、もう一回再チャレンジしてえな。 S と2か。回復は4回あるからね。ここでまずあいつは来る。ただこいつはもうそのまま、なぜだ、全然当たらん。当たりどころが悪いのか、こいつ。ガードされてるってこと？え？あ、でも当たってんね。エスタって1個しかないけど。ダメだ、ダメだ、ダメだ。なんでだ？でやっ、けかろうじて生きてるけど大丈夫か。徐々に来てるね。半分くらいしか回復しない。走ってきてる、走ってきてる。とりあえずよし、あ、しまった。両手持ちになってない、両手持ちになってない、両手持ちになってないよ。249。当たるは当たるんだよな、やっぱ当たりどころ。もう一匹のやつも倒したいんだよね。やはり当たりどころなのかな。盾とかに当たっちゃダメなんだな。ちょっと両手持ちにして、こしたらあんまり気づかれないからね。これなんかここ開けられない？今思ったんだけど、開けられるわ。これショートカット開通じゃないの？こっち側だよね。でここに戻ってきたと。よし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 、これ先にやっとけよかったな。では行きましょうぞ。あれ復活してんだこいつら。ほりゃ、これが決まればもう楽勝なんだよね。でこっちが空いてるから、もう多分速攻で発見されんな。これで気づかないってさ、アホやねん。いやー、やっぱそういうこと？ちょっと待ってね、逃げる。一旦逃げよう。さよなら。かかり火まで逃げよう。どこまでも追っかけてくるか。消すか、消せるか。かかり火、よし、 OK。 さらばだ。ちょ、もう一回仕切り直し。やっぱりきちんとね、縦受けすることが重要だわ。縦受けしよう、ちゃんと。で、ここで死んだら話にならないんで。
よし、オッケー。銀騎士、銀騎士シリーズか。銀騎士シリーズもし装備できたら装備したいね。ハベルとか重すぎるからね。銀騎士も重そうだけどね。じゃあこのまま一回上に行って、でここから飛び降りると、ほいほいっと、で一段ずつ降りていく。これ逆側に飛び降りないとあれだよね。これいけんのここ。いやで、こっちだ。てかさ、ハベル重すぎるんだけど、やっぱり。外そう。やっぱ半分に抑えないといけないから、銀騎士ってどんくらい、結構重いね。4.8。国鉄めちゃくちゃ重いな。上級騎士が 4.5 か。やっぱ騎士でいくか。騎士で多分ギリギリなんだよな。44.3。 あ、これが重いんだ。そうだ、だからこれをあれにしたんだ。これ腰巻きこれで大丈夫なはず。よし、 OK で取って、竜狩りの大弓を手に入れたね。竜狩りの大弓って言ったら重い気がする。10、攻撃力は高い。技量20必要か。今技量18だからね。まあ、ただ扱うことができれば攻撃力は強そう。これどっからどう戻んだっけ。あ、ここ、なんかすげえとこ歩き出してんだけど。うわーっと、でここが開けられるんだよね。ちょ待って、ちょ怖いんだけど。よっこらセット。巨人はさすがに取ってくれない。おりゃ、よし、オッケー。エスト飲んじゃおう。こっちなんかアイテムある？ない。鍛冶屋がねいるはずなんだよね。多少無理してでも行こう。ディアッディアッ、ゲッ、外した。しかしこの大手にあれば、ほら、おお、巨人鍛冶屋。武器鍛えるか？鍛えよう。てか、アイテム買いたい。あー、いっぱい売ってんね。ここら辺のやつどうする？一応買っとく？お金あるし。巨人のハルバード、巨人の盾。月光矢。竜狩りの大矢。500円もすんの、1本。ちょっとやっぱ大きな矢？大きな矢が欲しいよね。246個か。ちょっと100本くらい買いたい。いいや、これで。おお、キャンセルしたよ。銀騎士の剣ってなんか鍛えたいな。光るくさび石が必要なのか、ちょっとこれはやめとこう。で、グレートソードとか、やっぱグレートアクス使いてえな。まあいいや。これはかけらでいけんのか。巨人装備 6.3、 結構重いなけど強いな。防具強化、あ、これも強化全然できるね。軽いやつをどんどん強化して
1しか上がんねえじゃん。これだって3しか上がんない。どんくらい違うの。ちょ待って待って待って、基本的にかけらでいけるやつがいいな。ここら辺光るやつが必要だな。光るやつって結構高いんだよね。プラス5までか。大かけらが10までか。武器強化、これは塊が必要だね。雷のスピアはデーモンは、これがデーモンか。ロングボウ、ファリスの弓、これはかけらでいける。期待をファリスの弓。なんだかんだでファリスの弓が一番安定だな。よし、あれファリスの弓って装備してない？ロングボウになってんじゃねえかよ。なんか宝箱があるよね。くれ宝箱。こっちから行けばいい。鷹の指輪、これあれか、指の射程距離が上がるってやつだった気がする。まあ今はちょっと装備できないんで、弓が必要な時に装備し直して使おう。今までロングボウだったのか、ずっとファリスの弓使ってると思ってた。これどこ、あ、こっちから行けんじゃん、よくよく考えたら。じゃあ一回降りよう。なぜ俺はあそこから飛び降りてったんだ。なんでここで死んでんだ。しかもジャンピングして死んだのかな。ファリスの弓、行け。その前にあいつが来た。あれ落っこってったんだけど。あいつ飛べないの。お、くさび石の塊と、なかなかいいものがあるね。これさ、プラ10まで鍛えたいんだけど。さらにこれ、しかもこっからさ、ケツ狙えないかな。で考えが甘すぎた。よし、やっぱり拠点はここにしよう。もう一直線で通じたんで、ここを拠点に、ボスの方へ行きたいと思います。その前に生身に戻って、確か罪人みたいなのがいたからね、黒い瞳のオーブが震えているみたいなのがあったから、それをちょっとやっていきましょう。よし、邪魔者はぶっ倒したので、
ここに入ればね、黒い瞳のオーブが使えたはず。まあ、あとは勝てるかっていうのがあるけど。で、別に生身にならなくても確か良かったと思うんだよね。ダメ？もうちょっと奥まで行かないとダメ。あ、使えるね。ここで使おう。罪人の世界復讐霊で複数を相手にするんだけど、ロートレックさえ倒せばよかったような気がする。いるね。どうしようか。やつらってすぐ来るんだっけ。ロートレックの世界に侵入しました。エストビンって使える？わかんねえな。5個になってるね。弓でチクチクいけるかな。ファリスの弓、ロートレックだけ呼び寄せたい。鷹の面みたいなの使おうか。貪欲な金のなんとかはいいや。ほら、うお、全員気づかれた。いや、3人とも気づかれたわ。ゴリオスか、聞こうか。おっせ、ガハハハ、速攻で負けた。なあ、あんたたちって。これ確か何回もいけたよね。黒い瞳のオーブさえ使えば。あるはず。あるね。ちょ、もう一回やろう。行くのがめんどくさい。じゃあ2戦目に行きましょう。どうやって倒せばいいんだろうな。これ死んでもあれだね、ソウル失わないね。で、来るたびにさ、前の巨人兵2体ずつ倒していくから、ちょっとずつソウルが増える。3人同時に相手がきついんだよね。どうやってこうか。端のやつだけ先におびき寄せらんないかな。ちょっともう一回鷹の目つけて、間違えた、弓にして、例えばこいつだけプツってやったらこいつだけ来るとか。みんな来たわ。来る間にちょっとダメージ与えとこう。どうすりゃいい。またやってきたぞ。まあ懲りないよ。一体ずつ、ちょ、ここダッシュで逃げる。いていていて、ほら、ギャー、パーティー食らった。3戦目、どうやっていこうか。まずなんか高台に乗って落下攻撃狙う。左の階段の方に行ってさ、おびき寄せて落下攻撃を一発撃つ。うまく当たればの話だけど、まあ、グレートクラブの火力で押し切るけど。じゃあこっちへ行く。まずはさあ来い。来ないね。弓で狙うか。またロートレックだな。ハイプス。さあ来い。こっから無理だ。あ、こっから狙おう。来たらどりゃ、加圧した。待って待って待って、これを繰り返そう。さあ来い、バカめ。バカは俺だった。ほらで、こっからこっから、いや無理だ。逃げろ。で、これで一回飛び降りよう。来た来た来た、けバック、バック取られる、バック取られる。ちょちょい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 、こいつら何なんだよ本当に。一発撃っては逃げる、一発撃っては逃げる。ちょ、早い早い早い、こいつちょマジで早い。何なの。一回エストを飲みたいな。滑車の陰に隠れれば。全然ダメだ。
りゃゴリ寄せ逃げろキャッハハハ無理だ、1匹倒したけど3人っていうのがきついよな。これマジでさ、鷹の目でさ、すげえギリギリのところから弓とか狙えないかな。ちょっとギリギリラインから打ち込んでみよう。最悪羽屋とかも買うか。羽屋の方が射程距離長いからね。まずこっから届く。いやこんなん届かねえだろ。え、なんかでも当たりそうな気がする。いやさすがに無理だ。もうちょっとだけ近づこう。いや無理か。9。いやこれはいけるか。9ずつ100本くらいあるから900くらいはダメージ当たるね。もう一歩10、せめて10。ここは9、ここ10、もうこれでいこう。見つかった見つかった。しかし奴らが来るまでになんとかダメージを与える。先にこいつを始末した方が良さそうかな。ロート歴来ないからね。55とかいきなり切らしたな。じゃあ盾を構えていこう。こいつら相手には魔法は軸をずらせば。ほら、しっかりしっかり縦受けしてぶん殴る。縦受けしてぶん殴る。魔法さえ当たらなければ大丈夫なはず。おれ、縦受けしてぶん殴る。よし、ちゃんとスタミナは管理していこう。いて、突進してきやがった。もう一発欲張れ。欲張るとダメだ。やっぱり欲張らないことだな、このゲームは。あっ、ゲッタひってー。あれ、なんだ、全然食らわないぞ。ちょ、よくわかんねえ。よし、あいつは倒したな。魔法など恐るるに足らん。しっかりいこう、しっかり。これはもう千載一遇のチャンスだからな。一発ずつ一発ずつ確実にひたすら殴る。こいつなんだ、雑魚いな。1対1に持ち込めばこんなもんよ。よし、あいつは弓でちょっとだけ減らしてあるからな。来たか。1対1になればこんな、またやってきたぞじゃねえよ。はっはっは。バカめこのごっついものさえっけ。いって、いって、待って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 、縦貫通してくるこいつ。回避回避、ちゃんと回避、回避しないと。マジか、めちゃくちゃ貫通してくんな。これは距離を取って。しかし一発が重いからひるむね。もう一発、もうゴリ押す。よっしゃ、さすがグレートクラブ。ターゲットを追わずなんか倒したよみたいないやー、きつかった。ソウルが2万になってんな。復讐の証をゲット。これで棺の祭事場にいたひもり目の魂、超愛と過去の指輪、人間性5つ。ゲッ、待って待って待って、あいつがいるじゃねえかよ。あいつ結構強いからな。あ、エストビン回復してね、復活してる。ちょっと寵愛の加護の指輪見てみよう。ヒットポイント、スタミナ、装備重量が上がるが外すと壊れる。ああ、そうだったな。確かに結構強力な指輪なんだけど、一回つけちゃうと外せないんだよね。まあ、外すと壊れちゃうから。
でもさ、装備重量は上げておきたいから、でこれとかもつけたいでしょ、貪欲な金の指輪。まあこれでいくか。じゃあちょっとボス戦に行きますか。え、2万あるな、帰りたい死にたくないな。まあいいや、死んでも回収しよう。まずこいつだな。どうする、ゴリ押しでいくか。入ってしまえばこっちのもんだ。きっちりスタミナを。弓を打ってくるやつがいるね。まずはね、不死で1対1っていうか、ボス2体いるからね、ここ絶対無理だよ。ごつい。いや、同時相手は無理でしょう。オースタイン処刑者スモーク来た2体だからね。待てこれどうすりゃいい、何もできない、無理だ。ほらグオー、やばい、どっちいってどうにもならんわこんなの。やはり人を呼ぼう。はい、じゃあソラールさんを召喚していきましょう。ちなみにね、この階段の上とかすげえサインがいっぱいありますね。あと邪魔者はね排除しました。で邪魔者を排除する過程でめちゃくちゃエストビン伸びましたね。おお、ここらへんみんなサイン置きまくってんな。まあ、ちょっと今回はソラールさんだけでいきます。ソラールさんはもう完全にデコイだからな。ちょっと早く来てくんなきゃ困るんだけど。ちょっとソラールさん待ち。なんで体力減ってんのこいつ落下してダメージ食らったのかな。まあいいや、行こう。これで2対2だ。さて、まずどっちを狙うかだよね。まず突っ込んでくるから。はい、来い。ソラール。ソラール。うわ、強えな、ソラール。回復は、なるべく早めに行きたいね。まあ、縦受けしてればなんとかなるか。やっぱソラールがね、スモーさんを相手にしていく。てかスモー先に倒せそうだな。これ先に倒れた方を吸収されちゃうんだよね。その時に体力ってどうなんだっけ、全回復するんだっけ。ソラール全然減ってねえな、超強えやばい、俺が死にそう。俺が死んだら元も子もないからな。やはり回復は早めに。あ、これはちょっとソラールでも減ってきてんな。ほら、よし、無駄。やばい、槍がいけやばい、いいてー。回復がソラールさんはちょっとやばいね。なるべく1対1に持ち込みたい。おっ、で倒した。これで相撲ももう死にそうだけど、どうなんだ。全回復されたら元も子もないぞ。これでね、こいつの力を吸収するんですよね。で逆の時は逆になります。ソラールさんに任せよう。
あーちょっと回復してる。ソラルまだいけるか。指でいこう。違う、全回復してるわ。俺が引きつける、俺が引きつけるから。ちょっと待って、ほらほら3発入れる。ソラールよ、まだ生き延びてくれ。死んだか、ソラール、まだ生きてるか。まずい。ソラル死んだ、死んだ、やべ、突進してきた。あとちょっと、こういう時に俺はいつもやられるからな。こういうところまで来てもうエストがないからね。来た、突進。どうする、ユミでいくか。マジで待て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 、食らってしまった。やばいな、回復できない。おお、逃げろ。あと4発くらい叩き込まないとダメか。ソラールさんをちょっと無駄にしすぎたな。うわ、怖い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 、ほんと無理だよこれ。一応ターゲットロックオンしとこう。おー、怖え怖えよ。両手持ちにする、振ってもう一回来る。あ、来ないか。やばい、やー、食らった。死んだ。いつもこんな感じだよな。はい、もうこれはね、助っ人くんに頼りましょう。お願いします、皆さん。きたー。もうこいつを倒す。あ、相撲も来てる。あ、でもちゃんと分散してるね。分散してくれるのはありがたい、マジで。食らった。叩き潰す。火力で攻める。倒した。エスト飲んどこう。やっぱタコ殴りにすればそりゃ楽だよね。いや、連携取ってくれたのはでかいな。相撲を引きつけてくれて二人でタコ殴りにできる。あとは俺弓でチクチクやろうかな。やばい、めっちゃ食らってる。あ、死んだ。あ、死んじゃったね。うお、あ、やばい。ちょっと待て。死にたくはない。両手持ちにして殴る。逃げろ。結構パワーがあるな。弓でいこう。プスプス当てていこう。お願いします。あの人おとりになってくれて。あ、あれね、食らうとね、体力持ってかれるんだよね。ん、来るか。突進だけに気をつけよう。で、あの人おとりにして、俺は弓でプスプスいる。来るか、大丈夫か。もう完全にチキンだよな。あの突進さえ気をつければなんとかなる。あとはもう弓で。あ、来た。大丈夫。うまいな、あの人回避が超うまい。あ、食らってしまった。しかしあと少しだ。あ、やばい。とー、いいねー。
また俺が弓でなんとかする。あと2発くらい。よーし。いやー、ありがとうございます本当に。 OK。 ここに来るまでね、本当に2回くらい侵入されてめっちゃ殺されたからね。いやー、6万ソウルか。これは無駄にしたくないね。で、どっちだっけ、こっちかな。エレベーターがあるんだよね。あ、これこれこれこんなところでマジで死にたくないからな。生身、もうボスの時はもうソロとか無理だから。かがり火どうする。まあ一応灯しとくか。これでブックマークをされちゃうんだっけ。ちょっとわかんないけど、イベントを進めていこう。どっせーい。よく参りました。試練を超えた不死の英雄よ。逆光になって見づらいね。さあ私のそばに絶景とかひざまずく。不死の英雄よ、私の名はグネビア、グウィンの娘、太陽の光の王女。父が隠れてより後あなたを待っておりました。あなたに王の器を授けます。王の器の力によりかがり火で転送ができるようになりました。やったー。 OK、 お願いです。大王グミンの後継として世界の火をついてください。そうすれば人の世の夜も終わり、不死の現れもなくなるでしょう。これもう一回ひざまずける。不死の英雄よ、よく再び参りました。あー話す。げ、これ変わんない、変わんないね。制約を交わせるんだね。古い制約は破棄されます。まあ別にいっか、一応交わしとこう。なんとなく何をすればいいんだ。太陽の王女の指輪をゲットした。制約を交わしました。これより後、グビネビアはあなたの守護者です。あ、飛ばしちゃった。あなたが常に太陽の光とともにあらんことを。俺は何をするの。こっから先はいけない。こいつもね、弓で殺せるんだよねさようなら。で、転送がねできるようになったということなので、これはあった、転送で棺の祭事場に一回戻りましょう。いや、これは本当便利だよね。で、ひもり目の魂を元に戻します。ロートレックをね倒したんで。あれ、玉ねぎ剣士ここにいるじゃん。こんなところで会えるとは、感謝しているよ。古城の門は貴公の仕業じゃないのか。はい、そうだったか。カタリナのジークマイヤー、改めて貴公に礼を言おう。お、なんかくれる。ハーナスフォース。私はもうすぐ下に向かうつもりだ。探索は英雄のたしなみさ、覚悟できているか。はははは。ここまで匂い上がる。あ、頑張りだしたね。調べる。魂を本人に返しますか。はい、本人に返しました。おお、復活。話しかける。ありがとうございました。アストラのアナスタシア、あなたのおかげでひもり目の任務を続けることができます。そして汚れた声を聞かせたことをお許しください。人々を強化する魂が必要です。私は汚れ、声を出すべきではありません。ですからもう話しかけるのはやめてください。お願いします。まあ、ひもり目っていうのもね、なんか悲しい運命を背負ってるんだかなんだかそんな感じなんだよね。この人もごっついの持ってんな。
というところで、じゃあアノールロンドのまあ一旦探索が終わ探索っていうか、まあ、攻略が終わったところになりますので、まあ、結構長くなっちゃいましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。次回はまた新しいところに旅立っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。